にちは、かくすけです。ムーンストーンアイランド続きやっていきましょう。本日はね、ちょっと最近は冒険が激しかったので、今日はちょっと家の方でね、のんびり過ごそうかと企んでいます。よし、うん、インゴットは作っておいて損はないし、これも作っとこっか。チャーム、ムーンストーン版はきついけど、でも正直そんないらないんだよな、毒のやつ。毒のやつは作れるっちゃ作れるんだけど。やっほー。あ、卵は育ってないな。はい。はい。あー、卵のとこは入れる必要なし。はい。はい。まだかなー。よし。で、種を売ったりとか植えたりとか、そこら辺をしましょうね、今日は。あ、では精霊のお知らせをしようかな。というか精霊、なんかいろいろやったのにな。手紙来なかったな、昨日いろいろ報告したのに。よいしょ。ちょっとここら辺で線集めながら開くのを待って。よいしょ。もう木も切りつつ。すみませんの。なんか、育ててるやつかもしれない。これ、この人が。よし。うん。オッケー。どうも。こんにちは。昨晩の雲を見ましたか？気象学は私の主題ではありませんが、すごかった。え、見てなーい。お、成功率が上がっているのはなぜだ？仲良くなったからかな、ちょっと。チラピン。敵の精霊がさらにこの精霊を狙うようになる。あ、狙われやすい。え、タンクじゃん。わー。うわぁ、そんなのあるのか。いいなぁ。わかりやすいタンク。調査提出です。はい。どうもー。で、資源は今日は手に入ってないので、あらららら、もうさよならを言うだけだ。うん。最近はね、ユリウキハをね、使いすぎて、回復があんまりない。あ、こんにちは、Z さん。あ、クイルさんだった。Z に会いに行こうかな。彼は最高にイケてるものを持ってるんだ。そうなの？いや、全然村の人と関わってないからな。よそ者扱いされてそうだな、まだ。やっと金曜日。私にとっては一番忙しい曜日の一つでもあるけどね。確かに。酒場とか宿屋では一番忙しい日だよな。こんにちは。調子はどう？やっほー。よし。お店で、肥料は、あー、そっか、そういう感じだったな。経験ステータスすごいな。ノコギリ草がいっぱい欲しいな。うん、10個。正直それ以外はあんまり使ってないのでね、別に買わなくて育てなくてもいいかな。金曜日って大好きね。金曜日はいいよね。花金だ。お店。強化クワ。強化じょうろ。まあ、作れるんだよな。あんまり、全部、もうスプリンクラーにしてるし、クワはたまにしかやらないし、あんまり必要性感じないんだよな。それならやっぱり、斧とかね、ハンマーとか、鎌とか。強くしたいな。いや、
じゃか、鉄いっぱいあるしね。立派な斧、立派なハンマー、立派な鎌。あー、え、あ、鎌あげてないっけ。いや、そんなことはない。あ、多分インゴットが足りてないな今ね。使い切っちゃったんだ。やった。でも斧とハンマーさえやれればいいぞー。よいしょ。今日は町巡りをしよう。昨日木を一本切り倒したんだ。新しい木材を求めてね。だけど内側が完全に腐っていた。最近の大雨が原因だろうね。あ、確かに最近雨多い。これは季節的なものなのかな。バイバイ。で、私はちょっとね、私はちょっとケーキをね、焼いておきたいんだよな、誕生日のために。はーい。春の花は大好き。80% 失敗するな。耐寒性、草、温室ね。温室ってスプリンクラー置けるのかな。うん、そっか、今のあそこら辺のは春にしかできないのか。うん、あ、ノコギリソウ、あ、ノコギリソウは売ったことある。マンドレイク、うん、お願い。犬ほおずきはあげたよね。クエストで見てみよう。料理作ってない。春の種探し、唐辛子、赤根草、火花、五香草。五香草、五香草ってなんか聞いたことあるな。赤根草、唐辛子、うん。闇の精霊はまだだな。やっはー。今日はパオロと話した？うん、話した。多分。名前が全然わかんない。名前が全然覚えられない。よし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 。マンドレイク。ムーンストーン欲しいなー、冷たいなー。趣味が欲しいの。そんな時間があるか怪しいところだけれど。こんにちは、クレオちゃんね。よいしょ。趣味はいいぞ。趣味があればいくらでも時間、暇なんてない。ムーンストーン欲しいなー。あ、種買うの忘れてない、忘れてない。いっぱい買ったぞ。ノコギリソウ、よいしょ。ほい。4 5 6 7 8 9 10。お、ちょうどじゃないか。うん、インゴットがいっぱいできている途中で。お、2個できてる。ムーンストーン3つだから、あ、あとは木をもうちょっと切って、立派な斧になったー。早いぞー。このゲームね、進行早いよね。他の農場系ゲームに比べて。やっぱね、RPG っていう側面が強い感じがするからね。サクサク。農場系の部分は。サク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 進んでいきます。それが気持ちいいな。謎系の大変なね、これがやりたいのに、バッグ買いたいのに、もう全然お金たまんないみたいな、そういうのもいいんだけどね。それとはまた別の違った良さがあります。
よいしょ。うん。よーし。切った分植えて。よし。コンパスもらわなかった？なんか働いてるところを見てないんだけど、ムーンストーンコンパスが。え？送りますって言ってなかったっけ？レシピかな？あと郵便受けももうさすがに家の横に置いた方がいいか。松明置いとこ。ちょっと待ってね。あ、郵便受け、はい。郵便受け置いておきましょう。まあ朝起きて気づければいいので、ここら辺に置いとこう。ちょっと建物の位置関係的には変かもしれないけど、十分です、これで。あ、やった、できた、ムーンストーンのインゴット。これで、あ、あと鉄のインゴット3つだ。あれ？あれ？あー、石炭取り出しちゃった。あれ？インゴット足りないか。あと1個。待ちだな。あとはこっちは銅を作ろう。うん。よし。で、猫脳とかを取って、あ、何回も取れるっぽい、これ猫脳。やったね。一回植えれば OK パターンだ。なんで私はここに入ったんだ。ちょっとみんなの顔が見たかっただけだね。よし、料理の時間です。小麦粉をまず、アマで作っ、やっぱアマももうちょっと手に入れないとな。え、水か。そう、瓶みたいなのクラフトできたんだよな。あったっけって思ったけど、あ、シーグラスだ。ダメだ、ダメだよ。精霊の卵を、うん、今温めているのをやるわけにもなって考えると、やっぱ戦いに行った方がいいかな。ちょっと、チャーハンとかはできるな。多少は戦いに行く？酒場って何があるんだっけ？こんにちは、久しぶりに来ました。こんにちは。お店、あ、コーヒーとか料理、あ、水ってある、買っちゃおう。卵がないな。どうも。炎でできてる花があるそうだね。すごそうな響きだな。君は見つけたことある？見てみたいな。ねえ、私も見てみたいんだけど、ないんだよな。これは開けられない。今は怪しい。よし。実はあの郵便受け、場所を移動できたかもしれないね。ちょっとこっち側見てみようかな。こっち来る必要はなかったか。電気のとこは強いしな。春の遺跡の敵どのくらい強かったっけ。でも春の遺跡っていう名前だし、春のうちに倒したい気はするんだよね。いや、頑張れば勝てたかな。
けたような気もするな。周りのロングログがちょっと厄介だったけど、どうしよう、何しよう、やることが、鉄、あ、よし、鉄ができたので、これでグライダーが完成。やった。もうこれ大きなとこはグライダーでいいよね。あ、違うよ。あ、違う、どう変えるんだっけ。あ、ちょっと待って。はい。あ、こうだ。え、なんだっけ。あ、うん、杖の存在忘れてるな。グライダーだ。大きいよりも早いよ。これは使ってみるしかないでしょう。え、どこ目指そう。上から、左上のところちょっと目指してみようかな。え？あ、すごい、スタミナ消費してる。しないのかと思ったけど、あ、貯める方式じゃないんだな。それに遅くならなさそうだね。ちょっと風船と近い感じがする。温泉使ってこう。あ、ビリビリのとこだ、ここ。ビリビリのとこだ。多少食らってもいいさ。ビリビリが怖くてこれやってなかったんだな。で、学びはいらなくって、瞑想か浄化だよね。コスト使わなくて良くなるやつあったもんな。浄化だよな、やっぱ。ここ、雷だっけ？敵、どうも。レベル10、ちょうどいい。あ、キャパシビーだー。どうも、はじめまして。最初に会って以来ですね。キャパシビー欲しい。アマがなくなりかけなんだよな。植えなきゃ、また。うん。にゃー、いらっしゃい。やったー、電気の子をゲット。エネルギーを、そうね、体当たりと、体当たりと、そうだな、石投げを捨てて、あ、消耗使っておくのもありだな。乱闘かな。66。はい、ワッシュマッコ。そうよね、雷といえば水に強いよね。お、強い。やられた。あ、なんか電気マークついてるぞ。チャージ、アタックダメージ追加か。きついね。片方仲間にしたい。あ、それだけで終わってしまった。シュノアッコ大丈夫か。微妙だな。うん、シュノアッコやられる。やられるかな。あいだ、あ、大丈夫そう。あ、大丈夫そうだ。耐えた。よし。ほい。やったー、スオーム。やったー。雷の子欲しかったんだよ、ずっと。やったぞ。シュノアッコ狙いわれまくってるな。回復のやつも来ないし。あー、ノコギリソウ。はい、シュノアッコに。うん、毒ダメージアイビーつけとこうかな。よし、まったくシュノアッコばっかり狙って。
大丈夫だ。アンキロはやる気になっている。しかしその分危険。ほい。オッケー。カード2枚引いて、ああそういうことか。再生よりも毒かな。うん、毒ダメージもね、ピヨピヨしてるときは多めにダメージ与えられるからね、ありがたいことです。シュノアッコ狙ってくるな。吸い上げの必要はなく、再生シュノアッコにつけてリフレッシュ。いや、アンキロの岩投げがあるならやっとこう。うん、でリフレッシュして、お、体当たり、アンキロの体当たりいけました。やった、電気タイプだ。今回はあんまり探索するつもりなかったけど上がったな。メダルにアップグレードポイントがあります。えいっ、はーい。一応防御と言いましたが、お、あ、リフレッシュある。あ、毒ダメカード2枚引くでもな、取っちゃうんだよな。え、今のカードは殴るがあんまりない。体当たりはまずいらないから、そうだそうだ、さっき手に入れたな。タドル使う話になってるけど、あ、でも一敵に合わせていろいろ変えたいから、うん、一属性一匹ずつはちょっと鍛えててもいいかもね。よいしょ、うん、完了です。左行ってみよっか。いやー、これ以上左行ったら、あれ？やばい。あ、あー、これ電気ビリビリマークだった。もう充電がなくなりそうだって思ったら、いや、いいねー、スタミナさえしっかり貯めていればどこまででもいけちゃうな。いやー、作ってよかった。あ、石の実だ。ということはアマもあるのでは。よし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 、アマはいいぞー。木がたくさんだ。じゃあここちょっと夜過ごしてムーンストーン見つけてから帰ろうかな今日は。わあ、すごい、山だいっぱい、山がいっぱい。よしよし、ほいほいほい。ムーンストーンはどこかな。お、ああ、なんだ、宝石か。毒の卵か何かかと思った。あ、発見。よし、でやりたい、この島でやりたいことはだいたいやったかな。あ、やった、お守り発見。ゆりゆき派もあるし、え、なんかキツネちゃんの顔みたいな感じだね。うん、あ、レベル高くなかった、すごい、あの子。あ、あー、ここに飛んでくるのか。あ、そこにムーンストーンあるし、え、降りたいのに飛べない。え、降りたいな。降りられないな。くー、階段はしごってないよね。柵。あ、あれ、野生の精霊は出現しないんだ。他の場所に
自分の拠点を新しく作りたい時用だね。うん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 。悔しい。そこはあったのに、ムーンストーン。どうしよう、取りに行く？直接。左、真左にもなんかあるんだよ。あー、やっぱり冒険が楽しい、このゲーム。冒険しちゃう。これは毒ですね、毒のステージ。なるほど。あ、宝の地図だ。これだけ拾ってこ。よいしょ。せっかく見つけたしね。行こう。直接。この狐の顔のね、場所はわかりやすいね。宝の地図見つけたら。てか宝の地図確認しなかったな。できた。あ、上にもなんかある。あ、こっちか。あ、そしてやった、ちょうど。ほーれ、浄化です。アップグレードもいいですが、浄化ですね、やはり。あ、これ普通のところか、石の実とかの。うわー、誘惑が多すぎる。うわ、レベル8。どうも、君エスパーかな。ジェルベル、ポショー。あ、ということはエスパーだな。ポショーがいるということは。殴りまくりだな。ポショーはまず倒す。うん。で、与え。よしよし、アマは補充できたからな。レベル低い方から。最近失敗しないね。はい、科学センターに送ります。再遠征はできないので終了です。何それ、ジェルベルかわいいな。エスパーは普通にかわいい子が多いよね。ないとは。よしよし。よしよしよし。うん。またいい。よし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 。オッケー、ジェルベル。どんどん仲間になるぞ。毒あって。先見の明だ。でもちょっと今は遅いな。回復しよ。便利。ドン。はい。あ、エーテル化しちゃったな。うん。ちょっとここは何もできないターンだな。あ、毒だけ付与しとこっか。気絶はさせられるんだ。よしよし。猛毒すごいぞ。無形無形毒は普通に食らうんだ。吸い取って体当たりで終わりだ。あ、いいな、強い。たどる。自分で回復も攻撃もできる。メダルで入って、アップグレードポイントをね、ほい、使いつつ、うん。で、あ、バフデハ、バフデバフ効果をすべて半分に減らす。あ、いいね。一番上からカードを引いて、引いたカードはエネルギーコストがかからない。こっち取っとこうかな。で、与える。はい、浄化のタリスマンを。シュノアッコは、ああ、シュノアッコは微妙だな。
披露。やはりタドルに、さっき今うまく攻撃したもんな。噛みつくとか微妙かもね。体当たり、普通の体当たりはいらないと。はい、いらないと。よし、これでよし。魔法使いさん来ないかな。ここのムーンストーンも見つけたいな。ついでに見つけられるなら。ムーンストーンないか。23時か。あ、よし、ムーンストーン発見。あ、そしてこれだ。ノコギリ草ゲットの。うわぁ、この隣の、そこも行きたいんだ。いやぁ、時間との戦い。見つけちゃったもん。はーい。よーし、見つけー。あ、それにいっぱい、回復が、ゆりゆき派がある。急げ急げ、あ、ゆりゆきは、ゆりゆきは、あ、あんまゆりゆきは、うわぁ、戦ってる暇はないぞ。はいはい、急げ急げこっから家までちょっとあるからな。この近くに家作ればよかった。いやーでも研究センターが遠いか、それだと。急げ急げ。いやー、寝なくちゃー、売らなくちゃー。よしよし。あ、もうムーンストーン3つ手に入ったか。セレボのやつ作れるかもな。よいしょ、おやすみなさーい。ということで今回はここまでです。お、人間関係、今日結構こうお話ししたもんね。好感度か。スタミナ追加。1時間早く起きる。スタミナ追加はいいよね。好感度。なんか、ろくに私プレゼントとかしてないから、地味にね、挨拶してあげられるようにしておきたいよね。はい。では、今回はここで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。